青い海に現れたイルカの大群に観光客は感動です。台湾北東部ギランの無人島、キサン島では7月29日、上陸が再開され、イルカたちも歓迎に現れました。嬉しいですか嬉しい。貿易警戒レベルが3級から引き下げられ、久しぶりに海に出てしまえ、みんな大興奮です。楽しい。たくさんのイルカを見れた。 騎山島は一日の上陸人数の上限が1800人1時間あたり最多450人となっており多くの市民が押し寄せました一方台湾東部台東の池上ではブヌン族の衣装を身にまとったキティの熱気球がゆっくりと空に浮かび上がりましたこの日台東では熱気球の祝福のセレモニーが行われ台湾のために祈りを捧げました 会場には優雅な音楽が流れそれとともに空に昇っていく熱気球は感動的です台東のバルーンフェスティバルは今年11年目となります今年は新型コロナの影響で延期となっており開催されるかどうかが注目されていましたが台東県は先頃8月14日から9月12日にかけて開催すると発表しましたただし貿易対策が優先として地元台東の人限定のイベントとして行われます